かげでしょ。やー、皆さん、皆さん、ごきげんよう。はい、リリカルリリーの桜田美優役、神田敦貴です。はい、竹下美優役の渡瀬ゆずきです。はい、じゃあ、はい、お座りください。あ、そうですね、お座りください。はい、失礼いたします。ありがとうございます、はい、ということでこちらもね、30分一本勝負始まりますけれども、はい、どうですか今週は。今週はですね、うん、皆さんやっぱ暑いでしょうよ。そうね、夏だものね、うん、暑いの、うん、そんな暑さも吹き飛ぶお話でもしようかなと。おお、うん、気になっちゃいますね、それは。でしょ、ね、そう、なので皆さんチャンネルはこのままでということで、前半の1本は私たちリリカルリリーのメンバーのさりげない日常を D4DJ ネタを盛り込んでお届けしております。はい、またですね、リリカルリリーはカードファイトヴァンガードのリリカルモナステリオ公式アンバサダーに就任させていただいております。うん、ということで、うん、後半の1本はですね、リリカルリリーがアンバサダーを務めるトレーディングカードゲームヴァンガードのあるあるネタを盛り込んだ内容をお届けしていきます。さらにですね、シチュエーションコメディ自体にもこの番組独自のルールがあるんですよ、うん、まずはですね、台本は撮影当日に我々渡されております。そうなんです。そうなのよね。ね、結構あるんですよ、うんうん、アドリブとかあるのに、ね、当日に渡されるんですよ。そう、準備ができないの。そう、なんてこったと。そう、でもさ、なんかこう何が来るんだろうっていう楽しみでもある。そうね、ワクワクするよね、うん、そうそう、ちょっとワクワク、そうそうそう、待ってる感もあるかな、うん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 、ということでですね、さらにですね、お芝居の途中でリリリリカードっていうものが出されて、うんうん、そこに書かれたセリフや行動は台本を無視して必ず実行しなければなりません。そうなんですよ、ね、そうなんです。いつ来るか分かんないのもね。そう、そう、しかも結構来る時ある。そう、結構来る時往復する時あるもんね。そうなの、取りにね。そう、そうそうそう、はい、ということで、それでは早速見ていきましょう。はい、ご覧いただいてよろしくて。よろしくってよ。DJ をテーマに仕掛けるメディアミックスプロジェクト D4DJ。 この番組は D4DJ のユニットの一つ、リリカルリリーが挑む新感覚シチュエーションコメディ D4DJ& カードファイトヴァンガードプレゼンツ。23時にリリカルリリーハウスでよろしくて。私たちのファーストアルバムが登場だって。新曲ラフダイヤマジック、たくさん聴いてほしいな。ハッピーアラウンドファーストアルバム、ハピアラハピアレハピアラで7月20日発売。ハピアラ。 D4DJ からカバーアルバム第5弾が発売だって。あの曲もこの曲も、ええ、こんな組み合わせも。 D4DJ グルービーミックスカバートラックスボリューム5、7月20日発売。行くよ。私たちのキラキラドキドキはまだまだこれからもずーっと終わらないから。バンドリフィルムライブセカンドステージ、ブルーレイ7月20日発売。すぐに遊べるトライアルデッキが登場します。新たなカードとともに今すぐヴァンガードファイトしましょう。デッキを強化するカードもついてきますよ。ヴァンガードの世界で待っています。ウシロード。はあちゃん、グルミクト君頑張ってんね。ね、はい、いい感じじゃない？なんか通知来てない？大丈夫？通知が今めっちゃコンボつながってる。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いい感じ。はあちゃん、そこできた、すごい。あ、あ、いいね、いいね、いいね。そこ、すごいもんね。すごい。振動あまね、出てこいや！え？シュン。あ、なんか出てきた。解説しよう。曲の途中でフルコンを意識したその瞬間、緊張度が一気に増すというグルミカあるある。今まさにハーちゃんはその状態なんだ。ありがとう、ありがとう。おいで。どうも、うん、席変わったんだ。あ、席替えです。席替えだね。そう、あー、終わった。あ、終わった、終わった、終わった。で、みんなは何してたの？いろいろ話してたもんね。ね、そうね。いろいろって何よ？何について？まあ、積もる話もある。何積もる話って？そうやって3人でカードだ。呼んでいる、呼んでいる、呼ばれてるね。呼んでるわ、呼んでいるわ。そう、思い出した。そう、ケンジは素敵だねって話をしたのね。あ、そう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 。ケンジ、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 わかるよね、はーちゃん、もちろんね。あのケンジわかるでしょ。だってリリカルリリーだよ。リリカルリリーといえばもうケンジでしょ。あ、そうよ、そうよ。
私たちのオリジナル曲にもさ、銀河鉄道の夜にってタイトルがあるぐらいだから。でしょ、ね、なるほどね、うん、そうそうそう、あのケンジか、そうそうそう、分かるよ、なんだ、うん、分かったでしょ、もうちょっとケンジみんなに聞きたいんだけどさ、うん、ケンジのどんなところが素敵、いや、ちょっとこれやめちゃって、やめちゃって、やめちゃって、やだ、いいのカード、私のカード、私のカードが呼んでいるわ、あ、じゃあ交換しましょう、どうぞ交換好きだった、交換、私はやっぱケンジでしょ、うん、ケンジもやっぱ賢いところが素敵だなって思う、はぁ、うん、確かに賢いね、そうそうそう、うん、あれでもさ、どれくらい賢いんだっけ、まあ、なんか有名な話だと、うん、何年もかけて勉強して、うん、むちゃくちゃ難しい試験合格したとか、あれ受かっちゃった、受験生だっけ、ケンジ、あれケンジは受験生でしょ、えケンジは勉強ができるすごい人なんだ、あれケンジ、ケンジ、うん、あれと、あれ、うん、あ、じゃあ、ルカちゃんさ、うん、ケンジのどんなところが素敵、そうだ、あ、カードに呼ばれてる、あ、呼ばれてる、そんなことより呼ばれてる、そんなことよりカードに呼ばれてるんだ、呼ばれてるんだ、ほら、あ、そうそうそう、こういうとこが好きなの、んチャーのところ、うん、チャーン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 、大丈夫ルカちゃん、どうしたの急に、なんか急に、どうした、何で正気、正気だよ、どうしたの、魔法少女見習いだからちょっとおかしくなっちゃった、そうかもしれない、副作用、そういうこと、え、ちなみにさ、チャーってどんな感じ、あ、確かに、見たい見たい、やってるの、3、2、1、チャーン、こんな感じ、いやいや、やらされてない、これ大丈夫、大丈夫、大丈夫、本当にこれ、そうだよ、本当は嫌じゃない、嫌じゃないよ、嫌じゃない、本当にこのケンジの素敵なとこだよ、そうだよ、ケンジの素敵な、尊敬してるとこだよ、ケンジ、ちょっと、え、なにそれ、そんなふざけたことするっけ、ケンジ、そんなことする、ケンジふざけてないの、真面目なの、真面目なの、真面目にやってんだよ、そうね、はっちゃんは、うん、ケンジのどんなところ素敵？あ、ハズキのケンジの素敵なところでしょ？呼ばれてる。あ、呼ばれてる、そんなことより。あ、すまんが。大変大変大変。あ、そう。私のケンジの好きなところは、うん、顔のここら辺がね、ギザギザなところかな。ケンジだよ、ケンジ、ケンジの、本当にケンジのこと、やっぱこのギザギザだよね、え、ケンジ、けどね、挑発多い感じじゃん、挑発、本当にケンジ、え、私のケンジ、ちょろっとした髪なんだけど、ちょろっとした髪、ケンジくん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 、それじゃない、それじゃない、ダメ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 、ケンジ、だからケンジ、ここのギザギザがいいじゃんって言ってんのよ、髪、え、短かったところ、え、じゃあさ、そんなアマちゃんさ、うん、ケンジのどんなところが好きなの、ケンジの素敵なところ、うん、そうだな、あ、あ、カードに呼ばれてる、あれ、あ、そんな感じだったっけ、カードが呼んでたわ、あ、そうだ、呼んでたんだ、そうだね、注文の多いところ、あー、まあまあまあ、と言いますと、と言いますと、だって私意外と亭主関白な人とかさ憧れたりするところがあるじゃん、亭主関白、亭主関白、うん、なるほど、まあ、固めつぶれば確かにみたいな言われてみれば確かに、まあ、そういうこともあるかな、まあまあまあ、まあ、でしょでしょ、え、ちょっとさ、このケンジのノリで言うんだけどさ、実は私みんなに言ってなかったんだけどさ、実はね、実は私、ちょっと、何スクープ、そう、スクープ、実は私ね、ケンジになることが夢だったんだ、ええケンジ、ケンジになること、ケンジになることが夢だった、ケンジになることがずっと夢だったの、学校の進路指導の時に先生にケンジになりたいっていうこともあって、先生に言ったの、先生に、え、なんでケンジ、そう、ケンジになりたいって、うん、先生がケンジじゃなくて、いや先生にケンジ、そう、なりたいって、将来の進路どうしますかって言われた時に、私はケンジになりたいって言ったの、いやでも何言ってんの先生、でもそうなんだけどさ、なんかその時先生にお前ケンジになれないって、え、そんなはっきり、そう、ね、なんか言い方あるじゃん、ね、もっとなんか、言い方あるよね、傷ついたじゃない、でもやっぱこうグラサンかけてないからとかえ、グラサンえ、ケンジの話でしょどうせ私なんかケンジにもならないダメな人間なんだよ、あ、ちょっと出したらよ、カードー、何、救いのカードかもしれない、何、褒められもせず苦にも
もされず、そういうものに私はなりたい。スクールカードかなー。ゆいちゃん、どうしよう、言っちゃった。カードこのカードのせいでちょっと急展開すぎてついていけないんだけども、ね、そうね、本当に。まあでもちょっと、まあでもラブサメとか、まあ、そうだね、そうだよね。ゆいちゃんなしではこれは進められないので、うんうん、じゃあ、うん、ゆうちゃん、あの、はずきたちはいつでもゆうちゃんの味方だよ。え、そうだよ、うん、そうだよ。もう一声飛ばしてくれたら、もう一声ゆずるんなら今からだってケンジになれるよ。私たち全力で応援するからね。ケンジの名前を言うよ。せーの、ミヤガラケンジ。え、警察官のケンジじゃないの。え、そっちのケンジ。あれ、解説しよう。ゆずるんは警察官のケンジ、はーちゃんは大月ケンジ、ルカルンは田村ケンジ、私は宮沢ケンジと言ったのだ。なんかそう、ずっとね、なりたかった。でもみんなありがとう。さっきね、支えてくれたおかげで素敵な仲間に、宮沢ケンジの銀河鉄道の夜の一節を私が送りたいと思います。何が幸せかわからないです。正しい道を進む中の出来事なら、出来事なら正しい道、道な、何をしている、道、進んでるからよ。レッスン、レッスン2、2、正しい道、道、道、そう、道、この道を行けばどうなるものか、迷わず行けよ、行けばわかるさ、行くぞ。私しかいないね。起きました。失礼いたします。はい、失礼いたします。いやー、まあ今日もいろいろありましたね、うん、はい、そうだね、けケンジになりたかった ね。あ、え、これ本当の、本当に私ゆずきはケンジになりたかったか、うん、いや、なりたくないですけど目指してない、目指してはない。私はもう生涯ずっと声優を目指してた。あ、え、ちなみになりたくないケンジってどっちの話。チャー。あ、でもシャアは楽しそうだからやってみたい。やってみたいんだ。なるほど。そうそうそう。あ、まあ、もしかして今後やる？いや、そうするかもしれないけどね。やばいね。じゃあちょっと覚悟して。で、この番組だとありえるからね。ありえるからね。怖いぜ。気をつけないといけないから。まあまあまあ、今回のお芝居はこんな感じでよろしくて。よろしくてよ。はい、ということで、どのケンジなのをご覧いただきました。どうでした？いや、私、うん、まだ全部撮り終わってないんですけど、うん、この話が一番好きって今言えます。わかる、わかる。そう、なんか私こういうの大好きなの。みんなが違うものを想像してすれ違ってるっていう、特にルカちゃんよね。ねえ、チャーね、チャー、ご本人知ってなかったんですよ、チャー。調べてたの。知らなくて。彼女練習してましたよ、楽屋で。楽屋でチャーをずっとやってたね。そう、ね、かわいいでしょ、ね、うん、グルミククイーンに挑戦。え、今回はですね、ゆちゃんに、ルカルンにチャレンジしてもらおうと思います。頑張ります。じゃあゆちゃん、グルミクチャレンジスタート。よし。緊張する、緊張するね。ちゃんとみーこちゃんのボイスだったな。ね、ありがとうみーこちゃん。わかる、最初ね、最初押したくなるよね。あ、いいですね、もう出だしはね。これさ、ダンスがめっちゃ難しかったんだよね。難しかった、なんかすごい、こんな穏やかな曲なのに、なんかすごいリズム取るのが多かったよね。そうなの。なんかいつもよりちょっと難しくしたって先生も言ってたし、ルカ、いいのか、私を邪魔しなくて。余裕だ、余裕見せてる。
いいのかい、邪魔していいのか。じゃあ頭使うこと、じゃあ講義、講義について語ってもらっていいですか。あ、講義ですか。それはもちろん、あの知らない方も多いと思うんですけれども、そうそうそう、私あの渡瀬ゆずきはあのウェルシュコーギーペンブロークという犬種のワンちゃんが大好きでして、うん、はい、まああのあれですね、あのお尻が食パンみたいな犬って言えば多分分かりやすいと思うんですけれども、はい、それでいいの。私その子が大好きで、あの胴長短足なんですね、いわゆる、はい、だからもうあのお散歩する時とかもその関節が少ないから、あのテチテチ歩くんですよ、お散歩とかも。それがもう本当に可愛くて、でしかもあの日本だとあんまり飼われていないんですね、多分中型犬だからっていうのもあると思うんですけど、ちょっと待って言われていいですか。マンションとか邪魔になってないっぽいです。頭使ってないかも。あのマンションって結構小型犬 OK だよみたいなこととかもあるんで、なかなかこうコーギーを飼うご家庭が少ないのかなと個人的には考えているんですけれども、そんな中で街中でコーギーに会った時って本当にもう大吉を当てたかのような幸福感に襲われてしまう。コーギーの話のついでにグルミ食ってるみたいな感じ。一番コーギーに会った時に嬉しかったのは、あの年末、違う、年始だ、年始にあのお参りに行った時に神社にコーギーがいたんですよ。もう終わっちゃいますね、参拝コーギー。でもめちゃくちゃ可愛いなと思って。こんな人ね、これまさか年始にコーギーが見られると思わなくても、私の気持ちは大吉でしたね。年始にコーギーを見て話をしてます。実は中吉だったんですけれども。あ、フルコンです。すいません全然話が入ってこなかったんですけども。あれどうだったんだろう、私も。いやでも声どうだったんだ。フルコンじゃない。あ、本当に。フルコンですね、うん、ちょっとスコアを見てみましょうか、うん、こちらです。はい、68,599 かな、99です。おお、いいのかどうか。まあ私がこれよりもグレートとグッドなくせばいいってことだもん、ね、そうですね、私グッド1個出しちゃったから、それがちょっと心残りかなって感じ。ヴァンガードのキャラクターが街中をジャック、ヴァンガードシティトライアル。遊び方教室や大会や交流会を開催、さらに謎解きイベントも。詳しくはホームページをチェック。夢のスペシャルライブがついに開催、バンドリスペシャルライブガールズバンドパーティー2022。チケット先行抽選受付は7月20日から。詳細はバンドリ公式ホームページをチェック。日本最強のヴァンガードファイターを決める大会が始まります。いくよ、トリクスター。アニメガードファイトヴァンガードウィルドレス放送中。ヤングワイワイです。私たちの活躍がアニメになりました。ほんますごいことや。ここまでいろいろあったわね。思い返せ。いや、回想してる時間ないから漫画で読んで。鉄壁コミックス3巻絶賛発売中。ここで告知です。リリステの公式アンバサダーに D4DJ からリリカルリリーの4人が抜擢。昨年は遊び方教室などのイベントにリリカルリリーのメンバーが参加。商品 CM の BGM にリリカルリリーの冒険王も使用。ミニアニメミリバンダージュのオープニングテーマに夢獣夜がタイアップされるなど、リリステの広報大使として活動しています。ぜひ注目してみてください。では後半を見ていきましょう。ご覧いただいてよろしくて、よろしくってよ。それにしても暇だ。やることないよね、うん、なんかさ、刺激が欲しいよね。わかる、刺激が欲しい。いいね、刺激か。開始しよう。これはヴァンガードのない普通の日常である。お、元気元気、ね、刺激求めてる。リリリリカードを引くか。ボタンのアンドドロー。おお、2階でこの呪文を唱えればヴァンガードのある日常に変わる。おお、っと唱える。ちょっと2階で頼むよ。え、あらあら、どうしたの。てかどこ行くの。惑星クレイに。え、惑星クレイ。惑星クレイ。この部屋でだらける4人の妖精よ、惑星クレイに目覚めよ。そして戦闘者となれ。え、アニャ、私たちヴァンガードってこと。じゃあ、ね、次行きます。スタンド&ドロー。あれ、スタンドアップヴァンガードと大きな声で言いなさい。あら、これは、うん、始まった。スタンドアップヴァンガード。あ、始まっちゃったね。始まっちゃったね、うん、あれ、いいね。解説しよう。スタンドアップヴァンガードでファイトが始まるのだ。じゃあ始まっちゃったから、じゃあ行きますかね、うん、スタンド&ドロ ー、コールしろ。コールってあの、え、あのプロレスの方。あ、違います。違います。こちらヴァンガードの1、2、3、
やっちゃうからじゃないです。違うの。こっち、ね、あのちょっとコールしてもらってルカルム。あ、バンガードの話、はい、うん、先言ってよもう。何も言ってないじゃ。とりあえずさ、ルカちゃんをコールしたいから、うん、ちょっと話あるんだけど置いてきてくんない？はい、うん。ごめんね、登ってきちゃったのに。これ呼んだってこと。呼んだね。コールしたね。ごめんね。そう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 、はい、はい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 、お解説しよう。コールとは仲間を呼ぶことなのだ。でん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 、あー、やってやった。で、ゆうちゃん何の雇用が。あ、じゃあちょっとそこに、んそこに、あ、そうそうそう、ヴァンガードサークルに座います。あ、サークルだった。ここサークルだった。そう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 、サークルだったんだね。サークルだから、はいはいはい、解説行ってきなさい。そうです、解説してよ。解説しよう。ヴァンガードサークルに座れば君自身がヴァンガードになるのだ。そうだったんだね。そうです。これバイト始まりそうだね。なんかバイト始まった。はい、セカンドね、始まります。始まったんだ。うん、刺激だね。刺激だ、いいじゃん。じゃあ、え、じゃあもう一回か私。そうだね。スタンド&お、来た来た来た、ドロン、お、お、アタックに入る。あ、じゃあまず私の番ですね。うん、アタック入りたいと思います。はい、じゃあアタックに入るときは横になんないと。あら、ね、解説しよう。ヴァンガードでアタックに入るときは横に、ちょ、居心地が悪い枕横にならなければならない。それをレスト状態っていうのだ。あ、じゃあこれレスト状態。レスト状態です。そうです、そうです。え、ルカちゃんさ、はい、この部屋のレ、この部屋のさ、エアコンのリモコン壊したでしょ。え、つかなくなったんだよね。え、ほら、あのリモコン。あ、そこにあるやつ。だから、この間扱った。だから扱ったんだよ。そう、ルカちゃんのせいでしょ。どうする、ルカちゃん。ルカのだよ。ノーガードで。ノーガードで。強気だね。強気ですね。解説しよう。ノーガードは相手のアタックをガードなしに受けることを言うのだ。なるほどね。じゃあ、スタンド&お。お。あ、取れない。ドロー、ドロー、ダメージチェック。お、お、ダメージチェック、ね、じゃあリモコンのダメージチェックします。あ、リモコンのダメージチェック。あ、ちょっとね、ちゃんと、そうそうそう、見るって。そう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 。え、でもダメージらしきところは見られないんですけども。あー、まあ、よくしないだね。あっと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 。じゃあ私はここでターンエンドですね。じゃあルカちゃんのターンですよ。じゃあスタンド&ドロー。お、なんで？ブーストする。お、ブースト、ブースト。アマちゃんをブーストします。私私ね、アマちゃんも。アマちゃんを解説してから。解説しよう。ブーストとは力を合わせること。これによりパワーを上昇させ相手をアタックしダメージを与えることになるのだ。てか私がブーストするのね。あ、そうです、そうです。なんで？え、ね、なんで？ね、アタックしますということで、ちょっとハーちゃん、こちらどかしてもらって。え、なに？いただきます。何してんの？あれあれあれ、何してんの？ちょっと、私はこうだかたいのに。ご褒美？なんでよ。かわいい、ご褒美。いいんだよ、もう。もうちょ、話聞いて。あまちゃん、私が昨日さ、私の部屋にずっといたこと知ってるよね。うん、昨日はね。あのね、あまちゃん、横になってもらって。あ、はい、ブーストしてから。はい、今横になんない。はい、昨日はですね、ルカあの自分の部屋でずっとデッキのレシピ考えてました。なんだっけ。そうです、つまり昨日ね、私この部屋のね、エアコンのリモコン触ってないんですよ。うん、ということは私はエアコンのリモコン壊してない。 ね、壊してないね。じゃあどうする、私ちゃん。なるほどね。じゃあはーちゃんでガードします。はっきー、はーちゃんお願い。え、お願い。ちょっと待って、リリリリカードにすがります。あ、スタンド&ドロー。あ、横になるもんなくなっちゃった。目覚まし時計。目覚まし時計。目覚まし時計。あ、目覚まし時計。そういえば目覚まし時計の電池なくなったから、このリモコンの炭酸電池もらったんだったかも。それじゃん。え、いや、買いに行けよ。これ本当だよ。なんだよ、何もらっちゃったかも。まあこれ、まあまあ炭酸電池。なんだってんだ。何やってんのさ。もらっちゃったかも。フラティだ。これもヴァンガードのある日常なのだ。立ち上がれ、僕の分身ブラスターブレード。ちょっと似てた。よくやった。ということで、じゃあ我々も起き上がって、はい、スタートして。いや、ちょっと寝そうになったね。ダメだね。そう、寝そうになっちゃったね。いいね。まあ確かにヴァンガードがあったら刺激的かも。ね、ね、ちょっとね、うん、人間ヴァンガードも割とあれ面白いよね。そうだね。うんうんうん、広まってほしいね。そうだね。ちょっと皆さんお時間があるときぜひ行ってください。はい、はい、ということで今回のお芝居はこんな感じで、よろしくて。よろしくてよ。
ということで、ヴァンガードがある日常、刺激のある日常なのをご覧いただきました。どうだった？いやー、人間ヴァンガードっていうのができるんだなって、うん、できるんだね。そう、うんうん、実現できるんだなって。確かに。そう、ちゃんとスタンド&ドローだもんね。むちゃくちゃ楽しくなかったって。確かに。これ実際さ、うん、やってほしい。確かに。そう、なんかどうにかしてこれさ、人数集めたらできそうだよねブーストしてとかってねえねえねえ、超楽しそうじゃない？横にならないといけないんだよ。そう、みんなね、ちゃんと横にならないと。体育の授業とかでぜひやってもらいたいんだけど。クリエーションね。そう、できるよね、うん。ということで今回はここまで。また次週お会いしましょう。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。なんかさ、ちゃんとさ、なんか効果をさ、しっかり使いたくない？そう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 。もっといい使い方ができるようになりたい。そう。わー、いいね。かわいいな。制服がまたいいよね。わかる。みんなこれさ、イラストレーターさんによってさ、やっぱ違うじゃん、絵の感じ。そうね。うん、いいよね。なんか神秘的なものもあれば。うんうんうん。夏祭りをテーマにしたバンドリのトークイベントの開催が決定。バンドリときめく夏祭り2022、7月30日に LINE キューブ渋谷にて開催。昼夜2部のトークステージをお届け。バンドリに出演するキャストが夏祭りらしい企画に挑戦します。会場ではグッズの販売も。イベントの詳細は公式サイトをチェックしてくださいね。今年の夏もバンドリと一緒に盛り上がろう。モニカを始める前のは何もなかった私からは変われたって、ほんのちょっとだけ思ってもいいのかな。